こんにちは、シンデレラメンバーの高橋鈴香です。今回はですね、 ES の書き方ガクチカ編ということで、まあ、そもそも ES って何っていうところや、ガクチカって何、どういうこと書けばいいのっていうところを24卒の就活生の皆さんと一緒にいろいろ聞いていきたいなと思います。で、今回もお話を聞くのは毎度おなじみ、戸井杏奈さんです。戸井さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。戸井さん、軽く自己紹介の方お願いします。はい、私はですね、2012年に大学を卒業して、その後 P&G と LVMH という会社でマーケティングを担当していました。その後、今は独立したんですけれども、外資就活 .com さんとワンキャリアさんという会社さんで、執筆に協力したこともあって、現在は確実内定という就活の本を出したりしています。よろしくお願いします。確実内定の URL 概要欄に貼ってありますので、チェックしてみてください。就活生の方々、自己紹介お願いします。はい、日本大学文理学部から参りました丸山です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。武蔵大学経済学部3年の須坂と申します。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。じゃあ早速今日の講義始めていきたいと思います。まだ全然就活を始めたばかりで何もわからないことが多いんですけど、そもそも ES って何なのかを教えていただくことはないでしょうか。はい、ES ってエントリーシートの略で、簡単に言うと自分のことをいろいろと説明する書類のことです、で、大まかにですね、ES で出される設問っていうのは各社に似たり寄ったりでして、その中で学生時代に力を入れたことであったり、自己 PR、挫折から復帰した経験、それから自分の長所と短所あたりが定番で質問される項目です、ここではどういったことを見られているのか教えていただいて、一言で言うと、その会社でそつなく働けるかコンテストだと思ってください、なので、全ての ES の質問、どんなに特権な質問だったり見たことない質問が飛んできても、結局聞かれてるのは、うちでそつなく働けるんですかっていう質問です、なので、その会社ごとに合わせて、はい、私はあなたの会社でそつなく働けますよ、その理由はこういうエピソードですっていうのを、いろんな質問に答えながら見せていくと思っていただければと思います。なんか学知化とか自己 PR も、ただその正直に学生時代これやりましたとか、自己 PR これですっていうよりかは、その会社とのマッチングを見られてると思って書く、意識すると通過率とか上がる気がしますね。そうですね、例えば挫折体験、どう挫折してどう復帰したかっていう体験もよく聞かれるんですけど、皆さんの失敗あるあるが本当に挫折した体験を書く、本当に自分の人生の中で一番辛かったことを書いてしまうんですけれども、それが実際会社でどう働けるかの資料にならないケースがすごく多いです。で、例えば私の最大の挫折体験は、彼氏に200万貢いだことそんないきなりなんですけど、じゃあそれを語ったところで会社でどう働けるか全くわからないじゃないですか、私の男を見る目がないことしか明らかにならないでしょう、だからこういうエピソードを挫折体験に書いてもいけないです、なので、皆さんもどういうエピソードを選ぼうかなって過去を振り返っていただくときには、結局その会社でそつなく働けるエピソードはどれかなっていう観点で ES を記入していただければなと思います。じゃあ相手視点でやっぱり考えることが大切ですか。そうですね。で、企業研究って結局何をするかっていうと、その相手視点を知ること、その会社でそつなく働ける人材って一体どういう人材なんだろうっていうのを分析していくことになります。ES の話をされているときに、ガクチカっていう言葉が出てきたと思うんですけれども、このガクチカっていうのをちょっと具体的に教えてほしいです。お願いします。ガクチカは学生時代に力を入れたことの略でガクチカって呼ばれていて、正直就活用語です。なので社会人の方は知らないことも多いです。なのでいきなりですね、 OB/OG 訪問でガクチカとか言っちゃったりとか、専攻課程でガクチカって言っちゃったりすると、何それってなってしまうので、普通に学生時代に力を入れたことをお話しいただければなと思います、で、学知化に多いエピソードとしては、まあ、サークルだったりアルバイトだったり、まあ、あるいはですね、すごい人が起業した経験だったりとか、まあ、何らかチームワークである経験を書くことが望ましいとされてます。今学知化の話を聞いたんですけど、あの、お二人学生時代に力を入れたこと、どういうエピソードを話そうと思っていましたか。自分は超恥ずかしいんですけど、ウェブ小説のサイトで恥ずかしくないですよ、ね、ランキング上位取ったことがあって、自分の初の作が合計で100万 PV すごいですよね。もう一作も書いてるんですけど、それ
それが93万 PV ぐらい。それを書こうかなと思ってます。すごい。すごいですよね、はい、それは飛び抜けたエピソードですね。おそらくそのガクチカは、強いんですけど、確実に突っ込まれるのはなぜ小説家にならないのか。これ単純に言うと、家でやることがなかったんですよね。もうコロナで大学に行くことが全然できなくて、ずっと家にいるって機会が多かったので、いろんなことを挑戦して、最終的には、まあ、ちょっと小学生の時からちょくちょく書いてた小説でなんかやろうかなと思って、僕が使ってるサイトが書くよっていうウェブ小説サイトなんですけど、あの広告関連収入があるんですね。で、見られれば見られるほどどんどんお金が入ってくるっていうシステムがあるので、あ、だったらこれでお金も稼いだよと思って、あの活動したんですね。なるほど、ありがとうございます。さっき土井さんからチームのエピソードがあると言ってたじゃないですか。はい、今ってその個人のエピソードじゃないですか。それが正直少し弱い面なので、どういうふうに例えば今のガクチカを補強したらいいかというと、うん、まあ、小説のネタにするためにどういうヒアリングをしたかとか、どういうふうに人に読んでもらうための工夫をしたかっていう他人との関わりを強調して書けるといいと思います。うん、今ちょうど光る原石みたいな人を見つけたんですね。なんか小説投稿してるけどあんまり読まれないなっていう人をツイッター上で見つけて、その人とコンタクト取って、これ多分見せ方が悪いから多分ちゃんとすればヒットするよってことを伝えて今作業を進めてるっていう感じなんです。これだとやっぱ弱いですかね。いや、素晴らしいと思います。そちらの方がむしろガクチカに適してるぐらい素晴らしいです。そうです。なので学生時代に力を入れたことを、結論は小説家の卵を何人育てていますっていう結論から始まって、私は大学時代にコロナ禍で何もできなかったことから小説を書き始めて、で2作合計で約200万 PV を獲得しました。その成果だけでなく後人を育成したいとその後考えるようになりました。で、小説家の卵の中で自分の売り込み方が下手な人を探して、こういう手段を取ってトレーニングを今心がけています。その結果、小説家の卵のうち何人がデビューして今も活動を継続していますみたいな。これはもうできましたね、ガクチカ。で、なぜこんなにチームワークにこだわるかの解説を少しさせていただきます。チームワークって基本的に会社の中で働く時の基礎なんですよ。会社でセルフワークってほとんどないですね。なので、会社でですね、どういうふうにこの人はチームの中で自分を見せるんだろうっていうのをエントリーシートで見せた方が内定しやすくなります。で、そのために今も本来のガクチカであれば月間ランキング2位になったことの方を注視して書きたくなるところなんですけれども、あえてそれをすごいじゃんと読み進めてびっくりってなるようなサブ要素にしておきて、小説家の卵を育てているチームワークの方に主眼を置いて書いていただきたいです。明日ありがとうございます。須坂くん、どんなエピソード？僕は構造とかってなんかあるんですかね。はい、見た。ありがとうございます。